僕の背中はお前に任せるぜ。ラッキー、ざっくり行くな。来るなよ、行けよ。だって俺ラグビー部の味方だぜ。いつからだよ。いや、そん時だけ。静かにしろ。やばい、蹴り返してやろうか。決めたらダメです。なぎさに抱かれてもそうなるのか。あの、ふーちゃん呼んでも無駄だぞ。こうなると長いんだそいつ。藤林、何ですか。ちょっと来てくれ。こいつが我に帰ったらさ、私が岡崎です、女になりましたって言ってくれ。こいついつもぼーっとしてるから注意してやりたいんだ。手伝ってくれるか。構わないですけど。どうしたのかと聞かれたら、たまに取れるんですって答えてくれ。あとは適当にとりあえずと言っといてくれ。はい。俺たちは隠れてみてようぜ。あ、本当にふーちゃんのためになるんですか。何の話でしたっけ。あれ、岡崎さんと渚さんは。私が岡崎です、女になりました。え、ですから私が岡崎です、女になりました。あ、わけがわからないです。どうして女の人になってしまったんですか。たまに取れるんです。え、それはあまりに衝撃的な告白です。岡崎さんはそのたまに取れるんですか。とりあえずってそんな簡単に取れてしまうものなんですか。そんな人がいるなんてふーこ知らなかったです。あ、もしかして逆にふーこについたりすることもあるんでしょうか。とりあえず。何ですか、大ショックです。で、またついたんですか。何言ってんのお前。あ、やっぱり悪い夢でしたか。よかった、ふーこいつか風太郎になってしまうかと思いました。岡崎さん、もういい加減にしてあげないと。あ、岡崎さんが二人。たまに分裂するんだ。ふーこ大ショックです。こら、トムヤ。さっきから見てれば私の妹使っておかしないたずらするんじゃない。同じ顔、岡崎さんが3人に。どこまでボケるんだよ。岡崎さん、何を。後で金払うから。いえ、そういうことではなくて。こないだ失敗したからリベンジだ。そうか、そりゃ不思議だ。しかもなぜか喉が潤ってます。よっしゃ、今度は成功だ。お母さんで、バーサス団子戦争勃発か。もちろん人でも可愛いです。でも団子大家族の方がちょっとだけ勝っちゃってます。団子大家族の良さも分かります。分かった上でスープは人で押したいと思います。あの控えめな渚ちゃんがこれだけは譲れないのか。人手には歌がありません。でも団子は可愛いので歌があります。歌います。団子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 大家族。人手だってそれぐらいいけます。歌います。人手人手、それパクリです。このやりとりどこまで続くの。知るか。こうなったらもう誰にも止められん。では人手と団子2つが揃って1番です。はい。ああ、頭を冷やして仕切り直しだ。やっぱりフーコは人手を貫き通したいです。ここで変えてしまったら負けかなと思います。お前何と戦ってんだよ。だってこんなに可愛い。まだだ。スノハラ、この机の上に顔を置いてくれないか。なんで。頼むよ、お前の男前の顔じゃないとダメなんだ。仕方ねえな。なんて扱いやすいやつ。岡崎さん、何を。あ、人手をつついてから和みすぎてしまいました。いいよ、好きなだけつっつけよ。言われなくてもつつきまくりです。痛そうだ。こら、ことみあったって子は。ことみちゃん、やっぱり今の音ことみちゃんですか。
キョンちゃん、ヨウちゃん、なぎさちゃん、みんなまとめてこんにちは。こんにちはじゃない、ボンジュー、ちがう、ボンジュー、ぐー、全然会話にならないのはなんで。とりあえず落ち着いてください。すっかり仲良くなっちゃったわね。お前も話に入ればいいのに。私にバトン持って変な呪文唱えろっての？そんな光景想像できる？変身！ピラルクピラルクギョ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 ！お魚大好き！ハハハハ！泣くまで殴っていい。すみません。こうなったら最後の手段なの。ものすごいギャグをお見舞いするの。またカビの生えたようなやつじゃないでしょうね。この前テレビで覚えたばかりのギャグなの。とっても新鮮なの。行きますなの。ここ曲がる。ギャグ？俺に聞くな。ここ取れる。ギャグなのよね。泣くな。どっちかな。しょうがないやつだ。証言してくれるか？正当防衛だって。ああ、実際その通りだしな。よし。さて、どうしてほしい？しばらく地上の人じゃなくしてやろうか？のことできるかよ。つべこべ言わずにかかってこい。そこの関係者、ダストシート！助けてくれ！外すと落ちるがどうする？はい。落ちたいか？そうか。僕何も答えてないっす！やりすぎたかな。いや、あいつなら大丈夫さ。